せーの、ドラマのお時間。キャラクターになりきる、なりきることにチャレンジするコーナーです。はい、このコーナーもユニットごとの対抗戦のポイント獲得コーナーとなります。チャレンジをした後で皆さんにグッときたか、あと一歩だったかをアンケート投票してもらいます。はい、はい、グッときたの数字がそのまま獲得ポイントとなるので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。そうですね、これはね、もう何回もやってるからね、何回もやってるからね、去年、うん、でね、やった時もね、ニコ生でやった時もやったやつだからね、うん、じゃあお題、これお題引いてもらいましょう。はい、ではでは早速お題の方を誰が引く、引かせて、ちょっと、あ、これでもさ、感謝祭の時はさ、なんかさ、私引いたんだよね、じゃあ私引くわ、うん、あ、じゃあ私引こうかな、じゃあそういうのじゃない、いや私が引かないっていう言い方だから、やめて求めるね。ごめんごめん、私誰も求めるね。もしもしちょっとちょっとちょっと。ああ、怖そう。怖しそう。それ怖い。大丈夫大丈夫。いい、出して。出していいですよ。それではどうぞ。サンシャインネームこまちゃんさんからのお題です。ありがとうございます。ありがとうございます。ででん、ズバリプロポーズ。プロプロしたことない。じゃあ次の。もう一つ。あ、もう一つ。どんなキャラクターで、はい、どんなキャラクターで、いや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 、これは、これは、もう一回引くか、いや、なんか怖い、なんか、いきます、怖いな、はい、怖いな。サンシャインネーム、ゆうさん、べっちさん、かおりさんからいただきました、ありがとうございます。なになに、見ちゃったの、でで、なんかダメな気がする、超熱血超熱血ブロやだ、どういうこと、これどうしよう、超熱血プロポーズで、ね、ちょ待って、ちょっと落ち着く、誰にプロポーズする、そうだね、誰にプロポーズかな、俺、え、じゃあもう俺って言ったからこっち側だね、待って、よろしく、俺って言った今、無視よ今、じゃあアイキャンに2人で熱血にプロポーズすればいいんだね、あ、いいよ、あ、何、あ、そうだね、私が受ける方ね、アイキャンに、そうだよね、うん、そうだね、そういうことだね、じゃあどっちがグッときたかとかやる、はい、あ、やんない、あ、やんない、はい、やりましょう、2人が、あ、カメラ、あ、私が直せばいいのか、よし、アイキャン、え、やんないの、やんないの、え、なんかカメラあって、そう、じゃあ私たちやる、え、じゃあ、うん、自撮りみたいな感じする、うんうんうん、それでもいいし、じゃあ私たち、うん、なんか意味わかんなくなっちゃう、意味わかんなくなっちゃう、そうね、やめよう、お願いします、あ、そうしよう、そうしよう、一人ずつ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 、カメラ、じゃあ、私からやる、じゃあ、オッケーオッケー、そうだね、じゃあ、いや、じゃあ、そうだね、じゃあカメラで追ってね、いいですか、じゃあ、 お願いしますって言って、え、はい、それでは早速相田さんよろしくお願いいたします、チャレンジスタート、お願いしますお願いします、そんな、え、ちょっと結婚してください、結婚してください、お願いします、え、結婚してください、え、ちょっと待って、熱血これ、はい、え、熱血、萌えも何もないんだけど、どうしたらいいの、土下座しよう、めっちゃ気持ち伝わる、相当結婚、いや、人前でやられたくない、すごい、そうだね、え、アニャ、はい、アニャが巻き返してくれる、巻き返してくれるから、え、これ巻き返す、巻き返し聞く、私一番最後嫌なんだけどな、嫌だな、巻き返し聞くかな、はい、じゃあということで続いてアイニャお願いしますねえ、お願いだよもうお前じゃないとダメなんだよ、俺がお前じゃないともう死んじゃうんだよ、お前じゃないと結婚してくれ、俺はと結婚してくれ、はい、ちょっと怖いんだけど、怖い、でも熱いでしょ、熱い、うんって言わないともう死にそうだね、体温
ちょっと熱血は熱血だった。でみんな、そうだよね。熱血だった。いや、これでいけたかな、グッと来たのかな。いや、ほら。ちょっと待って、私。はい、じゃあ次やりたくないなぁ。やりたくないよ。はい、こういう、こういう感じだったっけ、なんかさ、みんなでやる感じじゃなかったっけ、これ。変わったんだよ、今日から。変わったんか。はい、続いて、小林愛香さんの挑戦です。なんでフルネームなんでフルネームなの。はい、お願いします。ねいや結婚した方がいいと思うんだよ。いやちょっと来ないで。私と結婚した方がいいと思うんだよね。なぜなら太陽みたいにな家庭を持てるからだよ。はい、ちょっと待って。もう一回結婚しようよ。募集いたしますので、思いついたらどんどん送ってくださいね。お願いいたします。以上、ドラマのお時間です。